まだよ。今日スペシャルゲストが来てくれてる。ちょっとやめて、やめて。来てくれてるよ。イエーイ。ではご紹介しましょう。ハリウッド俳優のエヴァー先生だよ。こんにちは。ビデオと一緒に楽しんでいくよ。イエーイ。今日はね、何をするかと言いますと、最近流行ってるジャガリコ面接ご存知あれ？そう、イレイコやりたかった。あら、やりたかったの？そう。じゃあ今日はぴったりだね。ジラジラしいね。今日ね、それを普通にじゃがりこでやらないで、自分たちの名前に変えてやろうかなって。表情も使って、演技力、演技力面接だから。イレイから挑戦していただきまーす。イエーイ。いきます。演技力カメラ割りの面接。イエーイ。これから私が言うシチュエーションに合わせてカメラやディナと言ってください。アレンジとかはめちゃ自由だよ。それではいくよ。3、2、1。楽しくてカメラやディナ、帰りたくてカメラやディナ、飛び跳ねてカメラやディナ、すっぴんくて聞こえない、可愛くカメラやディナ、お化けみたいにカメラやディナ、ゾンビみたいにカメラやディナ、照れながらカメラやディナ、眠たくてカメラやディナ、殴られてカメラやディナ、殴り返してカメラやニーナ、王子みたいにカメラやニーナ、姫みたいにカメラやニーナ、英語風にカメラやニーナ、中国風にカメラやニーナ、びっくりしてカメラやニーナ、告白しながら酔っ払ってカメラやニーナ、失礼して転んじゃって泣きながらカメラやニーナ、飽きちゃって踊りながらカメラやニーナ、置いてかれてカメラやニーナ、風邪ひいて縛られてカメラやニーナ、アイドル風にカメラやニーナ、演歌風にえ叫びながら大きい声でカメラやニーナ、助けを呼んで聞こえない、甘えながらカメラやニーナ、みんな大好きカメラやニーナ。終了。結構できてたんじゃない？聞こえなかった。違う、これね、途中に笑っちゃって見えないよ。じゃあ次にやってみます。それではミリコン先生バージョンやりたいと思います。はい、よーい、スタート。これから入江が言うシチュエーションに合わせてイリポンと言ってください。アレンジなどは本当に自由です。それでは行きますよ、いいですか？はいはい、イエーイ。行きますよ。3、2、1。嬉しくてイリポン、悲しくてイリポン、怒っててイリポン、ウインクしながらイリポン、変顔しながらイリポン、ウインクしながらイリポン、変顔しながらイリポン、喧嘩してイリポン、驚いてイリポン、疲れ果てて一本、寒すぎていいえ、暑すぎていいえ、眠たくて食べながら一本か、告白しながら一本、白目を向いていいえ、カペラ風に一本先生、遠くの人にいいえ、いいえ、赤の他人にあ、いいえ、クソガキ風にいいえ、赤ちゃん風にいいえ、いいえ、ダンスをしながらわい、イエイ、必殺技のいいえ、二次元を見て4次元を見てあれもイリエだ、テンション上がってイリエ、テンション下がってイリエがいない、関西風にイリエさん、せほーせほーせほーほー、世界の中心はイリエえ、これいいじゃん。リズム取りがすごい大変だった。難しいよね。そう、でイリポンバージョンとニーナバージョンとどっちの方が演技力があったのか、そういうのをコメントで教えてもらったらいいなって思います。はい、 YouTube のコメントの方にね、よろしく、コビ売らないでいいなって思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。じゃあねー、バイバーイ。世界の中心ははい、イリエー。